ホームページは1146年から1154年にかけてのルーシにおける諸公国間の内戦をまとめたものである。この内戦は1146年にキエフ大公フセボロドが死亡した後のキエフ大公くらい並びに他の諸公国の行為をめぐる権力闘争である。内戦は南西。 ルーシのボルイーニ広告を領有するイジャスラフと、そのおじにあたり、北東ルーシを基盤とする、ロストフスーズダリコー、ユーリーの二人が、両派の中心的人物であった。内戦は、イジャスラフの死亡した1154年に収束を見た。なお、ユーリーは、遠隔地の北東ルーシからキエフを狙い続けたことで、後世には、ドルゴルーキーの通称を冠されることになる。この内乱の原因は、 1130年代の出来事にあるとみなされる。すなわち、1132年に死亡したキエフ大公、ムスチスラフとその弟であり、キエフ大公位を継いだヤロポルクの間で取り決められた契約である。彼らは存命であった自身の年少の二人の弟の相続権を目殺し、ペレイヤスラブリ広告をムスチスラフベリーキーの子、フセボロドに与えようとした。 当時の継承法に反する、この相続は、フセボロドや、イジャスラフラ、ムスチスラフベリーキーの子、孫と、ムスチスラフベリーキーの弟ユーリートの間に、確執を引き起こした。またこの時期、リ,ューリク町の一系統であり、チェルニゴフ広国を世襲領としていたスビアトスラフ家の諸侯にも不安が生じており、スビアトスラフの子、オレングの子らオレング家の諸侯と、同じく、スビアトスラフの子、 ダビドの子らダビド家の諸公の対立関係が、上記のキエフ大公位をめぐり生じた、両派閥に属して内乱に関与していくことになる。1139年、キエフ大公ヤロポルクが死亡すると、オレグ家諸公はユーリー派に接近し、クルスク広告両併合に成功した。また、ヤロポルクの後を継いだ、キエフ大公は、 ヤロポルクの弟ビアチェスラフであったが、オレグ家のフセボロドはこれを追放し、自身がキエフ対抗位についた。この時、ユーリーは北東ルーシのロストフスーズダリ公国にあり、ユーリーの頃オスチスラフは、ノブゴロド公国を統治していた。ユーリーの頃オスチスラフは、ノブゴロドの支援をもとに、フセボロド討伐の兵を挙げようと画策したが、ノブゴロドの人々はこれを承諾せず、 逆に、オレグ家からの公を招聘する動きを見せた。これを機に、オレグ家のスビアトスラフ、ついでジャスラフの弟、スブヤトポルクが、ノブゴロド公くらいに就いた。1146年、オレグ家出身のキエフ大公フセボロドが死亡し、その弟のイーゴリが、キエフ大公位を継いだ。しかし、キエフの人々は、オレグ家のキエフ大公を不満に思い、 イジャスラフにおけくらいにつくよう要求した。同年8月、キエフの人々によってイーゴリは捕らえられ、オレグ家諸公は、チェルニゴフに撤退した。空位となったキエフ対抗位を、イジャスラフが手中に収め、さらにボルイーニ行為を合わせ持った。また、トゥーロフ公くらいに、ヤロスラフ、丘陵のペレヤスラブリ公にムスチスラフと、自身の子を据えて、基盤を固めた。この時、 ボルイーニ行為を奪われたのは、オレグ家諸行の一人スビアトスラフであり、スビアトスラフは、ロストフスーズダリコをユーリーと同盟を結んだ。ただし、ダビド家の諸行は、イジャスラフ家陣営に就いた。これにより、イジャスラフ派とユーリー派の両派の対立構造が明確となった。また、ユーリーの介入による、実際的な軍事衝突が誘引されることとなった。 1146年12月、ユーリーは、まず、イジャスラフ陣営についた、ムーロムコウロスチスラフを撃破し、また、ボルイーニ行為を追われたスビアトスラフへの支援として、自身の恋ンに軍を与えて派遣した。一方、イジャスラフは、ダビド家の本拠地のブゴロド・セベルスキーで大軍を、動員し、これを攻めさせた。スビアトスラフは、カラチェフに退避して、迎え撃とうと格索するが、 1147年1月16日、カラチェフ近郊で、ダビド家のイジャスラフ率いる追撃軍に追いつかれ、ブヤ父チチの森の奥へと逃走した。ユーリーは、1000人のベローゼル重装兵を、スビアトスラフの元へ送る支援を試みたが、ユーリーの子、イヴァンの急死により、ユーリー自身の遠征は中止された。その後、 ユーリーとスビアトスラフは、それぞれ、イジャスラフ派諸公の領土であるトルジョクと、ポルタバ川上流を侵略した。また、ユーリーは息子、グレップに、重装備で固めた、自身のドルジーナ隊をつけて、チェルニゴフ公国領域へと向かわせた。グレップ軍は、イジャスラフの子、ムスチスラフの守るクルスクの奪還に成功した。さらに、ポロ別族からの支援も得たグレップは、 1147年春の、うちにウグラ川上流を侵略し、荒廃させている。この脱回戦を受け、ダビド家諸公は、ノブゴロド・セベルスキーをスビアトスラフに明け渡し、ユーリーへの従属の姿勢を見せた。1148年、イジャスラフは、ハンガリー王国の支援を得て、チェルニゴフへ向けて進軍し、同じく迎撃の構えを見せるスビアトスラフらの軍勢と、対峙した。 この大事は、最終的には戦闘は起こらないまま、イジャスラフが兵を引き上げた。なおこの時期に、父からの扱いに不満を覚えた、ユーリーの頃スチスラフは、父から離反して、一時イジャスラフ側についている。1149年初頭、イジャスラフは、キエフを、弟のウラジーミルに任せ、スモレンスク公国軍、ノブゴロド公国軍と共に、ユーリーの領土である。 ロストフスーズダリ広告への遠征を行った。オレグ家のスビアトスラフやダビド家諸公は、ユーリーを支援する遠征軍を送ったものの、回避行動をとり、戦闘は行わなかった。遠征軍は、ユーリー領のボルガ川流域の各地を荒らし、7000人の捕虜を得て、キエフへ帰還した。一方、ユーリーも、オレグ家のスビアトスラフ、ポロビツ族の軍と共に、 キエフへの報復遠征に出た。1149年8月、ペレーアスラブリの戦いでユーリーは、イジャスラフを破り、キエフ大公位を手中に収めた。1149年、キエフ大公位についたユーリーは、オレグ家のスビアトスラフに、トゥーロフ行為を与え、息子、ロスチスラフを、ペレーアスラブリ公アンドレイを、ビシゴロド公ボリスを、ベルゴロド公グレップを、 金不幸にそれぞれ配置し、治療の本拠地スーズダリは、バシーコに任せた。同年、キエフ大公位を追われたイジャスラフは、ポーランド王国、ハンガリー王国、ボヘミア公国からの支援を得て、オジビアャチェスラフを、キエフ大公とする格策を始めた。これに対し、ユーリーは、ポロベツ族からの支援を得て、イジャスラフの領有する、ボルイーニ公国へと軍を発し、 イジャスラフの弟、ウラジーミルの守るルーツクを囲んだ。外国からの軍勢を含む、この軍事衝突は、ハンガリーからの侵入、介入を危ぶむガーリチ公、ウラジーミルの奔走により、ユーリー・ジャスラフの間に和平条約が締結された。しかし、ユーリーは和平条約を守らず、両者の紛争は継続されることになる。1150年、チョールヌイ・クロブキからの援軍ともに、 イジャスラフは、再び軍を起こした。キエフは、刺したる交戦も行わずに、イジャスラフに門を開き、ユーリーらは、ドニエプル川対岸へと逃走した。はじめイジャスラフは、先の格策で祭り上げようとしたビャチェスラフに、キエフ対抗意を与えず、自身が、キエフ対抗意についた。しかし、ユーリー、オレグ家、ダビド家と、ガーリチコウラジーミルからの攻撃が危ぶまれると、 イジャスラフは、自身とビャチェスラフとの共同統治を提唱、履行した。1150年、イジャスラフは、オルイシャニツァの戦いで、ガーリチコウ・ウラジーミルに敗れ、ボルイーニエと一時撤退した。しかし1151年冬、ハンガリー王、ゲーザ2世からの援軍とともに、イジャスラフは再び、キエフを目指した。ガーリチコウ・ウラジーミルがこれを阻止しようと軍を動かすが、 イジャスラフはこれを振り切り、再度キエフに入り、ビャチェスラフとの共同統治を再開した。この共同統治は1154年まで続いた。この間、ユーリーはキエフを奪取する南西を拡作するが、1151年春に、ルート側の戦いで敗北する。一方、イジャスラフは、息子ムスチスラフに、ハンガリー兵を預け、ユーリーの同盟者がアーリチコう。 ウラジーミルのガーリチ広国を攻撃させたが、サポゴフの戦いで敗北した。なお、この年には、イジャスラフの娘婿であるログボロードが、ユーリー派のロスチスラフに、ボロツク行為を奪われている。イジャスラフユーリー両者は、降着状態となり、クルスクを抑えるユーリーに対し、イジャスラフは、ペレアスラブリに、ムスチスラフを置いて、これに備えた。1152年。 イジャスラフ・ハンガリー同盟軍は、三側の戦いで、ガーリチ広国軍を破り、ガーリチ広ウラジーミルに停戦協定を結ばせた。一方、ダビド家は再度イジャスラフ側に着いたため、同年ユーリーは、親イジャスラフ派に抑えられたチェルニゴフを囲むが、これを落とすことはできなかった。逆に、親ユーリー派のノブゴロド・セベルスキーは、イジャスラフ・ハンガリー同盟軍に囲まれ降伏。 オレグ家のノブゴロド・セベルスキーコースビアトスラフは、講和を結んで、行為を保持した。1153年、ガーリチコウ・ウラジーミルが死亡すると、イジャスラフは、ガーリチを、攻撃、後を継いだ、ウラジーミルの子、ヤロスラフをテレボブリの戦いで破った。同年、ユーリーは再度南西を行い、ユーリーのコアンドレイが一時ラザンを占拠するが、スモレンスクコウ・ロスチスラフによって奪い返された。 1154年11月に、イジャスラフは死亡し、その後まもなくして、ビアチェスラフも死亡した。キエフ大公位はビアチェスラフが招いていたスモレンスク公、ロスチスラフが継承した。1155年、ビアチェスラフ死亡の法を受けたユーリーは、再度南西を行い、スモレンスク公国へ侵入した。ロスチスラフは、キエフから治療であるスモレンスクに戻り、ユーリーと講和を結んだ。 1155年3月、ユーリーは、キエフに入り、キエフ対抗位を手中に収めると、ビシゴロドニー、子アンドレイ、トゥーロフに、ボリス、ペレアスラブリに、グレップを廃し、ポロシエを、バシリコに管轄させて、キエフ周辺を息子たちで固めた。1157年、ユーリーは、キエフで死亡した。ユーリーの長子アンドレイは、キエフを収めず、治療の発展に力を入れた。 アンドレイの時代、キエフの繁栄は低滞期に入っており、キエフ対抗くらいの重要度が相対的に低下していったこともアンドレイの政策に影響している。AB、ありがとうございます。